パム・ブラディはアメリカ合衆国の脚本家、テレビプロデューサーであるトレイ・パーカーやマット・ストーンとの共作で知られる。パム・ブラディは20世紀フォックスでブライアン・グラーデンの下で働いている時にパーカー、ストーン、そしてジェイソン・マクヒューと出会った。ブラディは二人に彼らの学生映画カンニバル、ザ・ミュージカルのビークリーバージョンの制作を提案した。 三人はタイムワープドのアイデアを思いついた。タイムワープドは制作されなかったが、パーカーとストームはコメディセントラルでサウスパークを作ると決め、ブラディを脚本家として雇った。彼女は同番組のガキンコファイトクラブの会の実写パートでは出演も果たしている。第四シーズンの頃には番組を離れ、ハリウッド映画の脚本執筆や、 ザループの制作に関わっていたが、チーム、アメリカ、ワールドポリスで、再度二人と組んだ。2010年6月には、制作総指揮を務めた、テレビアニメネイバーズフロムヘルが、TBS で放送された。ありがとうございます。